見えてまいります。野球場は徳島県池田高校野球部が練習でも使用するグラウンドです。その奥に見えますかなが吉戸川です。この吉戸川が愛媛県の蓮舫一塁三景に源を発し、高知県の北部を流れ四国山脈を南北に横断、徳島県に流れて紀伊水道に注いでいます。総延長は 194km。 日本三大暴れ川の一つで、関東の利根川が坂東太郎、九州の筑後川が福士一郎と並び、四国ダブロの名で親しまれています。この先進みますと左手側に小保険渓谷、さらに進みますと右手側に大保険渓谷が見えてまいります。トンネルが数多くありますが、しばらくの間車窓からの景色をお楽しみください。なお走行中はカーブや駅ポイント通過の際揺れる場合があります。お席お立ちの際にはお足元にご注意ください。